みんなで作るマスラボのセンスブルです。さあ今回はですね、すごく不思議、もっと言うと恐怖、そんな問題を持ってまいりました。ということでですね、全員が正解してしまう悪問なんですよね。これ視聴者さんからいただいたんですけれども、これ最初僕言ってる意味全く分かんなかったんですよ。でこれ普通に解いて、あ、もうこれかなけど、全員が正解してしまうってどういうこと？というところでですね、いろいろ深掘っていくとかなり面白い不思議なものにも出会いました。ということで、今回問題分かった方はぜひコメントに載せてください。それでは早速やっていきましょう。レッツゴー。はい、ということでですね、これね、何も考えずにいきましょう。何も考えずにいくと、はい、BC ですよ。BC の長さを求めたいっていうことなんで、まあ、三角形こういう形ですよね。はい、ABC。で、BC が、はい、こうですよと。で、ここ60度ですよと。で、これをじゃあ、X と Y とかで置きましょうか。まあ、この辺がね、ありますよということですけれども、まあ、予言定理ですよね。あ、ごめんなさい、BC5 じゃないわ。BC が分かんないのか。BC 分かんないということなんで、BC の2乗。はい、これは、はい、こういう形になりますよと。で、X2 乗プラス Y 2乗。引く XY で、今回 X プラス Y と XY ですから、もうこれ対称式にしましょう。 X プラス Y の形を無理やり作ってあげて、でそこからマイナス 3XY という形にすると、ここが、はい、5の2乗、そしてここが 3×7 ですから4になって、答えはですね、 BC イコール、まあ、2となるわけなんですけれども、何の変哲もないですよね、この問題。おかしいんですよ。だって全員が正解してしまうってこれどういうことなの？つまり例えば BC が別にね、3とか0とか5とかもう適当に答えたとしても、まあ、合うってことですから。さあこの時点でですね、分かったよって方はぜひ、まあ何分何秒とかで分かりましたとかコメントに書いてください。 OK ですか？全員が正解してしまう、これ僕ですね、大学の時に記号論理学というね、ものを取ってですね、96点ぐらい取ったんですけれども、その中でもね、触れられていた、ある事実でございます。まあ、その論理の部分ですね。じゃあいきますよ。そもそも全員が正解するを忘れてですね、この方法じゃなくて、まず、AB と AC を出さないから、出してみないかっていう方法で考えたいと思います。つまり今回 AB、まあ、X プラス Y イコール5、そして XY が7ですよね。そもそもこいつらを出したいなと思ってですね、これ解の公式、ごめんなさい、解と係数の関係からですね、この XY っていうのは、はい、これこれを満たす、まあ、t、この解、t が xy ですよね。OK。t の解が x と y になるようなものですよと。じゃあこれ解いてみましょう。うすうす気づいた方わかると思いますが。はい。なんとですね、これ、虚数解になります。つまり、ルート3i になるんですよね。あれと。x と y、虚数ですかと。はい、虚数ってことは実数ではない。つまりこの x とか y っていうのはそもそもこの時点で存在してないんですよ。なのに「とする」って書いてある。これ意味わかりますか？これね、これどういうことかっていうと、まあ、よく論理で p ならば、q である、まあ、これがね、命題が真か偽かありますけれども、今回この P にあたる、まあ、仮定の部分ですよね、これがこの三角形がまあ存在するとしますよということでございます。その存在するとなった時に BC の長さを求めてください。つまり今回この仮定ってそもそも存在しないんですよ。仮定が間違っているっていう時には、実はこの Q が何であったとしても全部真になります、命題が。つまりこれいやらしい話ね、こんな入試問題出ないですよ。
これ BC イコール2じゃなくて、例えば BC イコールマイナス5とか、3とか0とかだったとしても、これ仮定がそもそも間違えてるんで、全部 C になるんですよ。っていうね、こういうちょっと気持ち悪い問題を持ってまいりましたが、この話ね、この話をよくその大学とかで記号論理学とかで学びます。仮定が全く間違っている時っていうのは、何を、はい、この Q の部分がどういうものであっても全部命題が C になってしまうと。で、これ、まあ、深掘ると面白いので、ぜひね、より知ってるよ、分かったよっていう方は、コメントで教えてあげてください。まあ、こういうね、悪問。まあ、つまり入試問題でこういうもの出てきたら、回答がどういうものであれ、全員正解にしないとダメなんです。だからこそ入試問題はもう間違えちゃダメですよ。はい。ということで、今回ね、皆さん、全員が正解してしまう悪問ということで、奇妙な問題を持ってまいりました。ということで、視聴者さんありがとうございました。こういう問題ね、時々扱っていきますので、まあ、数学についてもっと楽しみたいよと、知りたいよって方は、ぜひマスラボをね、高評価、チャンネル登録の方もお願いします。それではお疲れ様でした。バイバイ。